は飲む気満々ですね。はいはいはい。これ飲んで元気に楽しみましょう。はい、ね、お願いします。ミキさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。青分がちょっと苦手やね。あ、そうか、もうすごい油。やばない。油がやばい。で、おいしい。レモンかけてね。うん、お塩と。はい、お願いします。これ蒸しかき。これめっちゃ美味しそう。ホタ。うまい。美味しい。よかった。美味しそう。ここも出てる。焼き牡蠣。今度これは焼き牡蠣ね。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。おいしい。ミッキー。めっちゃ熱いね。見てこの肉厚。やばな。ブルンブルンやん。やばすぎるって。ありがとう。どうなん？この肉。ラジチューハイ生絞りがいいね。うん、グラスキンキリリリってやばい。最高。シロスみたいな。マジでやな。うん、これなんてやな。牡蠣のステーキガーリック、ガーリックソースやね、これ。牡蠣ステーキのガーリックソース。ベタベタだよ。いただきます。すごい、こんな見たことない。これ岡山スタイルのお好み焼き。すごい。ほんま。あさり。かき入ってる。かき丸々入ってる。いただきます。僕ちっちゃかった。どうも、どうも、あとで白味やばい、めっちゃ美味しそう。あ、これはエビの味。でも何用の、まあ、同じの。エビのアヒルです。やばい。当たって。はいはいはい。
アンチョビのポテトサラダ。やっとけ、まだ10秒ぐらい、15分ぐらい。でもほんまにまたリピやな。絶対リピ。超美味しい。めっちゃ美味しかった。あれであの値段が安い。あんだけ食べて。うん、いやいや全然。ほんまに。マジで。うん。一部な。なんか無限で食べれるもんだと。ほんまにお腹いっぱいな。なんかやりたいな。地元藤井寺に帰ってきました。次2軒目行ってきます。行きま、これで行こう。さあ行こう。2軒目行って楽しく飲みたいと思います。